こんにちは、CX です。ESS 製の DAC チップに ES90-3992M があります。この DAC チップは ESQ-03892M の後継チップとして開発されたものですが、ESQ-03892M を搭載した製品としては、FIO の KA3 やシャンリンの UA5 などがあります。最近の FIO のドングルダックでは、上位機種に ESQ-0699 が使われ、ESQ-03992M を搭載した製品は、日本国内正規品としてはなかなかお目にかかれない状況となっています。そしてアリエクスプレスの中でも ESQ-03992M を搭載した製品自体が珍しい状況に思えます。そのような状況の中でアリエクスプレスさんから視聴する機会をいただいたので取り上げていきたいと思います。ということで今回の製品はIEMAの USB DAC H3 です。仕様を見ていきます。 USB チップにはコムトルー製の CT7601、 DAC チップは ESS 製の ES9039Q2M を、アンプチップにはリコア製の RT6863 となっています。パッケージを見ていきます。こちらがパッケージです。白基調に製品画像とシンプルなデザインになっています。箱の作りは厚手の型紙のようで頑丈な作りに思えます。早速開封していきます。特徴的な白いリボンをつまみ、引き出し式となっている中箱を引き出します。説明書が一番上に、そしてその下に本体及び付属品が収まっています。これは付属品一式が入った袋です。付属品一式、内容物は本体、接続コード、USB-C と USB-C、変換アダプタ、USB-C とライトニング、説明書です。ライトニング端子用の変換アダプターは付属していますが、USB-A への変換アダプターは同梱されていません。接続デバイス環境によりますが、USB-A 変換よりライトニング変換アダプターの方が貴重だったりするので、ライトニング端子環境には地味に嬉しかったりします。付属品を見ていきます。こちらは接続ケーブルになります。特に説明書きは見つかりませんが、見た目から銅線と銀メッキ銅線を組み合わせた仕様に思えます。そして網線になっているので、取り回しは柔軟に対応してくれます。こちらはライトニング変換アダプターになります。試しに接続時の電圧を測定したところ、5ボルトでの動作を確認しました。市販品から用意しようと思うと電圧が低くて使えない場合があるので、付属していると助かります。続いて本体を見ていきます。筐体の素材は金属で、おそらくアルミ合金が使われているかと思います。
イズはコンパクトな印象です。そして軽い。音量用の物理ボタンなども装備しています。裏面は防熱性のためか凹凸のあるデザインが取り入れられています。機能について。本体には物理ボタンが3つ用意されています。その3つのボタンを使用して音量調整プラスマイナス、ゲイン切り替え、曲一時停止再生、曲送り戻し、デジタルフィルター切り替え、 UAC モード切り替えなどをこなします。ただその中のデジタルフィルターの切り替えについてははてなとなります。この機能を試しましたが、表示機能がないため現時点のフィルター設定を確認することができません。そのためデジタルフィルターの迷子となりました。フィルターの種類は8種類。さてどうしたものかということで、メーカーへ問い合わせてみました。結果、対処する方法がないとのこと。ということで、今現在どのデジタルフィルターで視聴しているのか不明です。解決方法がわかる方がいらしたら、コメント欄にて教えていただけると助かります。消費電流量について。今回も1時間あたりの消費電流量を測定してみました。測定条件はこんな感じ。測定結果はこのような結果となりました。この数値は手持ち USB ダックの中でも大きな数値となります。 KA13 よりも大きく、 KA17 よりも少ないといったところです。音質について。低音域は突出することなくフラットな感じです。中音域が少し前に出てくる感じとともに、高音域に減衰傾向を少し感じるため、中音域が特徴的な音色に感じました。とはいえ、よく聞き込んでみないと気づかないレベルです。イメージとしてはこんな感じです。実際の音を収録しましたのでお聞きください。収録の条件としてはこんな感じ。音量注意。いかがでしたか？本体に物理ボタンが装備され、独立したボリューム調整やゲイン切り替え、
選曲機能などいろいろ盛り込まれていて、使い勝手は良いと思います。今回の視聴の中で不快なポップノイズなどを感じることはなく、筐体の作りを含めチープな感じはありませんでした。ただデジタルフィルターの切り替え機能は残念なところではあります。せめてリセット機能があればやり直しが可能かと思いますが、デジタルフィルターのメモリー機能は有効とのこと。管理用アプリがあれば解決しそうな期待はありますが、それと消費電流量は大きめなので、スマホでの利用時にはアイバッソの CB19 を利用したいところではあります。